はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、海外の非売品のメダル一気に紹介したいと思います。韓国限定のメダルとかアメリカ限定のメダルとかあるんですけど、今回紹介するのは香港そして台湾限定の非売品メダル。こちらのムエタイニャンとか台湾チャニャンとかは以前紹介したんですけど、こちら見てください。新しい猫妖怪のメダルが登場してます。まずこちら、この猫妖怪は101ニャンです。台湾に台北101っていうですね、世界一高いビルがあるんですけど、この猫妖怪輪郭もこのビルみたいになってますね。そしてなんか角みたいな感じで生えてます、ビルが。このオレンジ色の服は台湾の民族衣装ですね。実はですね、台湾チャニャンも同じような服を着てます。香港とか台湾のメダルって結構日本語で書かれてるんですよね。メダルの裏面こんな感じです。 QR コードのところよく見るとアジアって英語で書かれてます。続いて紹介するこのメダルもめちゃレア。じゃじゃん、こちらマーライニャンの妖怪メダルです。シンガポールにマーライオンっていうのがあるんですけど、口から水バーって吹いてるやつね。それがジバニャンになっています。マーライオンは頭がライオンで下半身が人魚なんですけど、このマーライニャンもそれに近いですね。一応腹巻きがなんかこの人魚のヒレみたいになってる。この右に見えるのがマリーナベイサンズですよね。屋上にめちゃでかいプールがあるっていう。非売品のメダル他にも色々ありまして、じゃじゃん、レジェンドメダルのブシニャンとイケメン犬です。結構懐かしいですよね、初期の頃のメダル。妖怪の名前が日本語になってるんですけど、メダルの裏側見てみると QR コードのところアジアって書かれてます。このブシニャンのレジェンドメダル日本版のやつだとだいたい5000円ぐらいですね、ヤフオク。じゃじゃん、こちらも非売品のメダルです。エメラルニャンのメダルとゴルニャン大吉メダルです。で、皆さん音声も気になりませんか？こちら日本の妖怪ウォッチいうプロトタイプなんですけど、実は対応してます。早速入れてみましょう。プリチザケル、なんか懐かしい。プリチの召喚さんね。最後妖怪ウォッチって言ってる。なんか名前短かったね。ふにゃみたいな。何語かなこれ。ひめにゃん。マーライニャンとは言わないね。続いて101ニャン召喚してみます。妖怪メダルセットアン。これもプリチーザク。なんて言うかな。セリフが長い。ニーハオって言うてましたね。中国語か。ということで、以上今回は香港台湾限定のメダルの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。